人同士の絡み合いは頭の絡みが問題。この頭の絡みというところが問題であるというテーマなんですが、ここに額、皮袋、感覚、頭の絡みと書いてありますが、二人の人間がいて、まあ、例えばこちらを自分としますね。そうするともう一人は他ということになります。我心見というのは、我は好みであるという見解なんですが、ここにデーハ・アートマ・ブッディと書いてありますね。デーハというのは身体、This body、この体、それからアートマは I、私はという意味ですね。あるいは I am。それからブッディというのは見解でアイディア、あるいは分別とか区別を意味する頭脳の働きのことをここではアイディアと言っています。この我心見がありますと、一人の人間の頭はもう一人の、あるいは自分以外の人間の頭と絡み合って、そうしていろいろなトラブルを起こすんですね。感覚器官というのはここに目が書いてありますか？書いてありますが、目と目があって、まあ男女で一目惚れということもあるし、ここでの例のように憎しみ合い、いがみ合いの原因ともなりますね。しかし感覚器官そのもの、例えば目という感覚器官そのものが判断するのではなく、それぞれの人間の頭の働きが憎しみあったり、あるいは一目惚れしたりとか、心の働きをするのはこのくるくると書いてある頭の働きなんですね。で、二人の人間の頭がどう絡み合うかということが問題でして、我心見で自他を分け、その上で愛着したり憎悪したり愛憎絡み合うという現象が起こるわけですね。それはここに書いてある黒い心臓、肉体の心臓ですと頭脳が人間の額で、そのような愛憎絡み合う働きを支えている二大器官、心臓と頭脳が二大器官とも言えるでしょう。しかし心臓とか頭脳、あるいは大脳などを皮で包んでいる肉体、額、皮袋というもののルーツはどこにあるかというと、心臓ではなく、まあ心臓のことをハートとも言いますが、肉体のハートである心臓ではなく、それの現象源としてのハート、サンスクリットではフルダヤと言います。セルフの居所、自分の本性であるセルフの居所とも言われます。この白いハートはですね、人間一人一人の中に
実在していますが、この肉体の仕切りが破れてしまうと、全体としてはたった一つのハートがあるだけなんですね。この唯一の実在、ハート。それを個的なハートとか個的な心臓に分けてしまうのは、これは私と仕切ってしまうからなんですね。どうして仕切るのかというと、人間の頭は皮膚を境界として、皮膚とその内側を自分と思い見なすんですね。そうして皮膚の外側、それを他と思い見なすわけなんです。その思い見なしをする頭の働き、それを破壊してしまえば、まあここでは我頭と書いてありますが、我、自分と頭がいかれて割れているを引っ掛けてあるわけなんですが、その我頭を破壊する、分別する、差別する、我頭を破壊すると、自他の仕切りがなくなって、あるのはただ一つの実在であるセルフ、大文字のセルフです。真実在、セルフ、あるいはアートマンとかブラフマンとか、観念的には神とも言われますね。あるのはたった一つの生命、それを私はヨーガバーシティの用語としては、全体として一つしかない実在生命という意味で、善逸生命とも表現してきました。それはアートマンとかブラフマンとかゴッドというものの同義語として使ってきたわけですね。それでこの我頭を修復するには、あるいは破壊してハートだけになるためには、下脱した聖剣ですね、下脱者、覚者の教えを聞けばいいんですが、この我頭でですね、凡人は聖剣の言うことを聞かん聞かないんですね。聞けばいいんですが、聞かないんですね。あるいは理解できないんですね。しかし聞くならば、下脱者の教えを聞くならば、私たちもこのハートに帰還、聞けとも言いますが、帰還して永遠至福を享受することができるんですね。永遠至福を享受できずに愛憎絡み合うシャバ世界で生きているのは、この頭の絡みが問題なんですよ、ということの説明でした。